ダメ、絶対行くぞ。見えない敵との戦いですね、ここは。邪魔をしてきます。そういうことです。コメット、マジ、ちょっと待って、結果にコメット違います。よし、インフィニットエンドは取得したので、これでこの剣とももうおさらばです。これね、周りのね、未知なる魔物をね、倒すとどんどん弱くなるのでね、その特性を生かしてどんどん周りを倒していきましょう。よし、これでどう？よし、結構食らうんじゃない？これで。よし、バースト。よーし、バーストしたね。攻めてください。もうめちゃめちゃ攻めてください。で、チャンスです。アビリティブレイバー。オッケー、結構食らってるね。だいぶ食らってきてはいるけど、まだまだか。バーストスラッシュ、ヒートゲージは結構溜まるから、もう弱い、だいぶ。よし、どんどんヒートゲージを溜める。よし、あ、まだまだ。オッケーオッケーオッケー、これでもう一回バーストします。あ、バーストしないだと、倒しきれ。じゃあエアリス、ティファ、もうアビリティ使いまくれ。よし、ギリギリ倒れないか。くそ、いってて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 、ちょっと他、やばいやばい、痛い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 。オッケー、弱くなったらしい。これで倒せるね。インフィニットエンドで倒していこうよ。絶対に倒れる。オッケー、よし、助けに行きましょう。急げ、地中へ急ぎましょう。
大丈夫か？フランドさん、大変っす。シンラがこの柱を倒して。分かってる。行かなきゃ。上でバレットたちが。無理だ。ウェッジを頼む。俺は上へ行く。俺も行くっす。俺だけ休むなんて。ビックスは俺をかばって。ウェッジ、上はクラウドに任せよ。私治療する。ビックス、ジェシー、バレット。ウェッジ、いいな。ティファの指示に従え。来たら何でもや。あいつが来る前に掃除くらいしとかなくちゃ。やばいね。マジでみんな満身創痍。はい、その中倉田さんは休憩します。はい、ということでバスターソードに変えていきます。あ、一応ねアイテムも買っとかないとね。あ、特に買うものなさそう。ないです。はい、行きます。まったく、どいつもこいつもしつこくてヘキヘキする。ああ、こっちの被害もシャレにならない。くそ、行かれてやがる。警戒を続ける。はい、無駄口叩かないで仕事してください。オッケー、次次行くぜ。あー、ガードマンはきついです。まず上級だね。こいつを倒そう。オッケー、倒していく。オッケー、倒した。なんかちょっと辛かった。どうってことありました。ちょっと知ったね。お、アイテムゲット。16級、なんだ。え、どこどこ、何、こっちか。あー、なんか浮いてますわ。終わりだ。オッケー、終わり。当然の結果だ。さあ次上行きたいかね。よし、回復していくか少しずつ。やっぱりビックス。治療中だ、安心しろ。よかった、腹がクッションになった。喋るな。上が苦戦中だ。頼む、クラウド、行ってやってくれ。任せてくれ。任せてくれ。ありがとうな。そう言ってくれると心強い。そうだ、リーフハウスって孤児院がある五番街のスラムだ。クラウド、時々行って子供たち
断る。自分でやれ。子供は苦手なんだろう。あ、お前がまだガキ。じゃあな、クラウド。星の命任せた。いやー、こういう時のクラウドさんかっけえよな、マジで。ほんとに、ほんとにそう思う。うわー、爆発。こっちなんかいけるね。裏口。あ、なんかやられてるね。大丈夫？裏から入っていいのかな？はい、戦ってたら上まで来ちゃったよ。ちょっとアイテムあるじゃないか、多分。おい、取りに行かせてくれよな。はい、ありましたと。エーテルで、こっちは特に何もいけないのか。で、いろいろすっ飛ばしたんだけど、とりあえず下に行って下に行って階段側なんかあるから、あ、階段側封鎖されてたのね。なるほどね。なんだ、じゃあ正規ルートだったか。はい、じゃあ上に戻ってきました。今度階段こっちも封鎖されてるんで、裏からまた行くのかな、これね。うわ、なんかいんのか。空中兵か。うわ、空中兵以外にもいるわ。キッズ。よし、倒した。MP が足りねえ。回復すっか、一旦。エーテル18個もある。よし、使っていいでしょう。OK、よし、マックスになったぜ。もうそろそろ頂上って感じかな。ここはなんだ。極悪非道のアバランチ。
とう。助かった。さあ。どうかな。痛くないっす。ごめん。私もやっぱり上へ行く。うん。心に従って。うん。エアリス。近くにセブンスヘブンってお店があるの。そこでマリンが待ってる。でしょ？任せて。必ず助ける。お店まで案内お願い。任せてください。みんなのことよろしくっす。ヘブンスヘブン案内するっす。ウェッジ待って。ここにいちゃダメっす。エアリスしてんのと。みんな離れて。なんかさ、今さエアリスがさ、助けるって言ったんだよね。なんか、あたかももうピンチみたいな。上からの指示がないと、今は通行禁止だ。開けてください。ここが通れないと。うるさい、無理だと言ってるだろ。ウェッチ、俺、やっぱり役立たずっす。諦めないでウェッジ。私たちの声で助かる人大勢いるって信じよう。エアリスはプレートが落ちるって信じてるんですね。俺はアバランチの勝利を信じてるっす、うん、でも嫌な予感がずっとしてて。なんだろうこれ。それ私もだから、いざという時に備えよう。あの時こうすればよかったって後悔しないように、今を精一杯できることちゃんと。何が起こるかわからないっす。後悔するときはいつだって手遅れっす。みんな助からなきゃダメなんだ。お前、僕は後悔したくありません。皆さん、こっちです。早く。おい、待て。ウェッジ、セブンスヘブンはこの先だよね。そこの道を抜けて右側っす。マリンは任せて。町のみんなは任せてください。さあ、皆さん、案内してください。7番街の下から離れてください。5番街か6番街へ、なるべく遠く、7番街から離れて、早く遠くへ。ん？ちょっとあんた、何か知ってるのかい？シチューは無事なんだろ？今はまだ。でもフレートは落ちるのかい？はい。信じられねえ。あいつらどういうつもりなんだよ。ここで騒いでも仕方ないよ。さあ、自警団は避難誘導だ。いや、その前に避難経路の確保。ああ、そうだそうだ。ほら、行こう。あんたもアバランチかい？友達です。後で顔見せなって、ティファに伝えておくれ。
セブンスヘブンに急がなくちゃ。そうだね、セブンスヘブン。やばいね、道塞がれてるね。ちょっと遠回りしていかないといけないね、これね。どこへ逃げろって言うんだよ。あっちはまだ通れ、はい、通れそうな道。オールマーケットへ抜ける地下通路がある。やった。待ってて、早く行ってよ。痛いね。でも今は我慢しようね。あ、早くこの先へ。ほらほら、こっちだこっちだよ。あそこまで一緒に行こう。エアリスマジ天使、マジで天使。何が起きてるんだ一体。おい、ヘリ慌てずゆっくり。エアリスに当たって転ぶな。ここの子供たちマジで。みんな避難したな。天使だぞ。当たってくんじゃねえ、ほら当たってくんじゃねえ。天使だぞこっち、こっちとら。みんなで見つけるよ。こっちは危険です。よし、走れないのね。逃げ道はこっちだよ。ほら急ぎな。この子もお願いします。ああベティ、どこにいたんだ。パパ。よかったね。よし、およし、そっちはもういいんだよ、行くしかないんだよ俺はね。ごめんなさい、どうなってんだ。俺はというか私はね。こっちから行けるのかな。うーわ、もう一機も爆発する。手間が省けた。そちらは、別件が入った。あとは任せたぞ。自由だな、お前は。大丈夫ね、動けるね。オッケー。なんか狙われてるけど、無事でいて。めちゃめちゃ狙われてるけど。マリー、もう少しだからね。ダーツやめようか。今そういうのやめようか。いた。マリンだよね。だ、誰？私はティファのお友達。ティファはどこ？今はクラウドたちと一緒。父ちゃんも？バレットだよね。うん、一緒。まだ帰ってこないの？そう、だから私が来たの。頼まれたんだ、マリンと一緒にいてって。
でもここ危ないから安全なところ行こう。店壊れちゃう、お家なくなっちゃうよ。悲しいよね。でも家族が揃えばそこがお家だよ。一緒に行こう。忘れないでね。行こう。新しいお家、お花いっぱいにしよう。マリンにもできる？もちろん。どんなお花好き？かくれんぼは終わりだ、エアリス。そう。さて、選択肢はそれほど多くない。心配しないで、マリ。うん。取引したいんだけど。